お、うん、お、お、すごいこれ。ティーチングプロの常住みさかです。バーディー取るけ、マオの笑顔もスコアメイク、山本真央です。なるほど、そういう感じなんですね。はい、そうです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、ダイヤゴルフさんから発売されているダイヤスイングプロツアーという商品のインプレッション動画なんですけど、はいはい、この長さが45インチって言って、だいたいメンズのクラブ、ドライバーと標準の長さとほぼ一緒の長さで作られている。そして重量がだいたい 510g、はい、通常のドライバーよりは重たいので、はい、あのブンブン振るというよりは、うん、あの朝一のウォーミングアップとか軽くこうで、そうですね、はい、体幹を使いながらゆっくり、はいはい、確認する感じで、そう、あのウォーミングアップできるっていうこの商品なんですけど、はい、結構これだけではなんか振ってても何をどういうふうに気をつけたらいいのかって分かんなかったりするじゃないですか、はい、実はこの商品、はい、振るとカチッっていう音がするんですよ。落ちてくるところでなんか確認できるってことですね。そうなんですよ。あの、いわゆるスイング中ってどこで力を入れていくのかとか、はい、あの右肘のリリースのポイントだったりとかっていうのが結構スイングの上達には、はい、あの必要不可欠な部分なんですけど、はい、この先端部分に、はい、あの内蔵されている、まあ、あのからくりでだいたいヘッドスピードは20前後ぐらいのところでカチッてなるように設定されている。インパクトのところとかでですよ、すごい、はい、実際にこれちょっと山本さんが振ってもらいたいんですけど、自分もちょっと振りますけど、はい、あのその何ていうんですかね、スイングの状態っていうのを確認しながらちょっと皆さんにお届けできるかなと思いますので、はい、はい、お願いします、はい、それでは早速山本さん、はい、振ってほしいんですけど、はい、ちょっと何も考えずに、ちょっと普段の、まあ、素振りというか、はい、のイメージでちょっと振ってみましょうか。はい、はい、ドライバーを振るようなイメージで、はい、お、なりましたね、カチッて。なりましたね。お、お、すごいこれ。OK。これどうですか、スイング中って何かこのダウンスイングの時とか、あのどこで力を入れるとかっていうイメージって持ったりします？やっぱこの下ろす時、ダウンの時にちゃんとこう真下に降りてるかっていうイメージでやってます、うんうんうん、あ、なるほど、真下にっていうのは手元が真下にって感じ。そうですね、ちゃんとした位置で降りてるかって。なるほど。でも確認するんで分かんないじゃないですか、自分じゃ、はい、なんかこのカチッってなるのめっちゃそういいですね。この勝ちっていうのが多分ですよ、はい、ほとんどやっぱり女性はそうでもないかもしれないんですけど、うんうん、あの男性で力がある人とかって、うん、ダウンスイングの時にグッと力が入ってくると、はい、多分ヘッドスピードが20か25前後で勝ちってなるってことは、うんうん、多分切り返した時、はい、振り下ろす瞬間に手に力が入ったりする、うん、と多分勝ちになるはずなんですよ、はい、なのでな、まあ、女性もそうなんですけど、はい、やっぱ飛ばしていくにはちゃんと溜めていくっていうことがすごく飛ばしには必要不可欠なものだと思うんですよね、はいはい、うん、それをこのダイヤ、はい、スイングプロツアーは、はい、あのスイングの矯正ではないんですけど、リリースポイントをしっかり、あのイメージさせてくれるっていうところと、あと重たいので多分腕だけで振るっていう感覚では多分ちょっと手首が痛くなったりとかする可能性がゼロではないので、しっかりこう体幹部、はい、胴体と腕をこうシンクロさせて、うん、ゆっくり多分振っていくっていうのが、うんうん、まあ、ウォーミングアップを兼ねてだと思うんですよね、はい、うん、でための確認がしっかり、そうそう、しっかり、だから多分こうドライバーなんか飛ばしていくっていう、うんうん、あの女性の場合はそこまでもう300回飛ばすっていう感じじゃないと思うんですけど、はい、どうですか、あのパワー5とか行ったら力んだりします？します、やっぱ飛ばしたい し、そう、やっぱ230ぐらい飛ばしたい、200は超えたいみたいなのがあるので、はいはい、力んで失敗してトップしたりとか、 なるほど、そういうのがたまにあるので、なるほど、そう、多分今 の、 その飛ばしてやろうっていうようなイメージで、うんうん、ちょっとダウンスイングで意図的にですよ、はい、意図的にちょっと手の力を抜いてボールから先に加速するような感覚で、ちょっともう一回振ってもらっていいですか、はいはいはい、力を抜いて、はい、そのグリップエンドから振り下ろすみたいな感じ、はいはい、引き下ろすみたいなイメージで振ってみましょうかね、はい、はい、おお、おお、すごい、はい、お、
だいたいこのあたりですね、はい、右腰のあたりぐらい、うんうんうん、やっぱり多分長さがしっかり45インチ組まれているので、はいはい、本当にドライバーの、まあ、メンズの長さに近いと思うんですけど、多分女性で今はお使いになっているクラブは何インチぐらいですか。何インチだろう、44とか43ぐらいです。そのぐらい、はい、なるほど。やっぱり多分そのぐらいの長さがあるので、うんうん、女性でもこれゆっくり振ることによって、はい、あの重さもあるので、うん、多分自分のドライバーに変えた時にあのよりヘッドスピードは走ってくるっていう感覚が絶対出ると思うんですよ、うんうん、はい、うん、なんか途中でこうなんか乱れたりしたらこれで一回練習してまたこう入ったらいいですよね、うん、そうそういいと思います、だからこの、ね、9ホール、ねはい、あのずつ、まあ、回る人そうですよ、あなんか後半、ね、後半ですよね、そうご飯食べた後そうそうそう必ず悪くなる、なるほどですよ、疲れてくる、そうそう、リズムが集中力がなくなる、そうなくなって、はい、乱れてくるのでこれめっちゃいいですね、いいですよね、はい、多分だからスイングの強制というよりは、うんうん、この手のこの力抜き加減と、うんうん、スイングのリズムとかあとタイミングだったりとかっていうのを、うんうん、あのより正確に、明確にするっていう、はい、まあ練習器具だと思うんで、はい、ラウンド中もゆっくり振ることによって、はい、打てと、はい、振れと、そう見たいな、はいはい、ちょっと振ってみましょうかね、はい、自分もね、はい、この男性でパワーがある人、はい、特にこうスライス大きくする人とかって、うん、こう振り下ろしてくるときに右肘のリリースっていうのがこれが伸びるのが早いんですよね。あ、なるほど。どうしてもクラブヘッドでボールを打とうとすると、うん、右肘のこのタイミングっていうのは早くなりがちなんですよね、うん、それをまあこの練習器具でイメージをしていくと、はい、例えばまあ右肘を遠くに振ってみましょうか、うん、なんか鳴るところが、どんな感じ、鳴るポイントが違いますね、この辺ですよね、はい、早い、早いですよね、めっちゃ早い、それをじゃあ意図的にちょっとゆっくり右肘のこのダウンスイング振り下ろす時にこうほどかないようにっていう感覚、体に巻きつくようなイメージでこう振っていく、これ何回かこうイメージ確認しながら、確認しながら、わあすごい全然違うけど、なんかこの辺で振られてるっていうかカチッってなるじゃないですか、へえ、プロっぽい。多分プロっぽい。プロです。いや、めっちゃ分かる。イメージは分かりやすいですね、はいはい。だから何回かこうハーフウェイダウンで振り下ろすイメージをこうしてから、うん、で振っていくっていうこととかをしてもいいかなと。なるほど。はい、あとはやっぱりそう重量帯も少しちゃんと 510g ぐらいあるので、うん、まあ左で振るとかこういうふうにゆっくり、あ、うん、左で振る、なるほど、うん、こうやって、うん、左振る、まあ、ウォーミングアップも兼ねているので、はい、まあ、体の、いわゆる筋肉、うんうん、全体の筋肉をほぐしながら振っていくっていう意味では、はいはい、うんうん、そうですね、ゆっくり、あ、まあ、いろいろやりようはあると思うんですけど、はい、もうウォーミングアップにはもう本当にこのダイヤスイングプロツアーは、はいはい、いいですよね。でこのスイングをしてる時に、はい、このバランスっていうことはなんとなくバランスって聞いたことあります？例えば C バランスか B バランスとかって、はいはいはい、聞いたことあります。女性のクラブって C バランスって言って、はい、クラブの全体の長さでクラブヘッドのヘッドの効き方だったりするんですけど、女性はそんなに重いクラブ、重いヘッドではないので、そのバランス的にはそんなに重たくはないんですけど、はいはい、このダイヤスイングプロツアーはだいたい D5 と言いまして、はい、先端が効いてる、少し重さがあるので、多分よりスイングをこうしている時にこの重さを感じられるので、クラブヘッドがどこにあるかっていう感覚が多分作りやすい設計になってるんですよ、ちゃんと走ってるかとか、そうよりだからこのクラブヘッドがどこにあるかとか、はい、溜まってるかとかリリースポイントっていうのはこう分かりやすいっていうのがあったりするんで、はい、まあ、そのバランスの問題もすごくいいバランス重量体になってるかなと思いますね。でしかもこれ結構こうしなるんですよね、うん、しなるのでこう本当にドライバーと同じ長さなので、うんうん、ダウンスイング時のシャフトのこのしなりも体感しやすい、うんうんうん、ので逆にこのしなりをイメージして振り下ろせないと、うん、多分ヘッドスピードは走らないはずなんですよね。あ、なるほど、うん、効率よくスイングをしていく、はい、ドライバーを飛ばしていくっていう意味では、うん、このシャフトのしなりを感じながら
ためを意識しつつ、この勝ちっていうなるタイミングを一定させるっていうことが多分とても必要不可欠、そして勝手にそのスイングが身につくというところです。はい、超わかりやすい。でこのダイヤスイングプロツアーはすごくスリムな設計になっているので、うんうん、キャディーバッグに入れやすいんですよ。これすごくスマートに多分収納スキルなので、うん、はい、あのとてもいいと思いますよ、うん、取りやすいですね。取りやすいですし、入れやすく取りやすい、はい、今自分が説明した、はい、このカチッとなるタイミングの、はい、まあ、あのイメージっていうのを踏まえつつ、ちょっともう一回山本さん振ってみましょうか、ね、はい、はい、振ってみます。はい、どうぞ。はい、振って、うん、そうです、うん、あ、そう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 、ここから、うん、グー、バッチリ。今のもジャストインパクトぐらいですよね。はい、うん、なるほど、全然違うやんって感じ、うん、あ、この力の入れ方と、うん、まあ、抜き方と入れ方っていうのが多分ポイントになってくるんですけど、はい、多分全然違うっていうのは、はい、多分カフェダウンの時に力んでるはずなんですよね、はい、自然に。どうでした、はい、この、はい、振ってみてというか、このダイヤスイングプロツアーの、うん、はい、感想っていうのは何か、なんか、はい、こうバットとかって本当にただただ振ってるだけだったと思うので、はい、ちゃんと音が鳴って実際に確認ポイントポイントで確認できるから、なんか一人でも全然ちゃんと人に聞かなくてもちゃんと分かってればいいなと思いました、うんうん、多分やっぱスイング中というか、うんうん、イメージが多分自分自身では分からない部分もあったりするんですけど、うん、はいはい、いざゴルフ場に行った時って、うんうん、こういろいろスイングいじるのって大変じゃないですか。そう、大変というかわけ分かんなくなってしまう。そうそうそう、例えば誰か第三者の人にこうだよ、うん、ああだよって言われた時にこういろいろこう混乱する場面とかあったりすると思うんですけど、はいはい、うん、まあこのスイング練習機は、うん、まあ、タイミングだったりとかリズムだったりとか、はい、力の入れ方だったりとかっていう、あとためを体感できるとか、うん、はい、いろいろとスイングを効率よく打つっていう部分では、うんうん、多分とってもいい練習器具だと思いますので、はい、その辺を踏まえつつ、そうですね、ちょっとラウンドでもぜひ、はい、自分もこれ使わせていただきます。ですね、はい、本当に使ってほしい、はい、超いい、はい今平周吾は自宅でも振る振る振る音で学べるスイング練習器具ダイヤゴルフ。今平周吾のパットの秘訣は電動返球による自宅練習。僕も愛用しています。ダイヤゴルフ